いやいや、俺が買えっつったんだ。買ってねえよ。お前が言った馬なんか来た試しねえんだから信頼なんかできないよ。お前来ただろうか。お前ら相変わらずバカだな。しかしは、ギャンブルはほどほどにせにはならんな。なあな。あと酒な。なあ。誰がいつぽっくり行くかわかんねえんだからよ。まあね。怖いよな。怖いんだよ。気をつけないとダメだろ。おう。エミリーじゃねえか。じいちゃん、なに昼間からみんなで集まって。エミリーちゃん、こいつな、さっき小便漏らしたんだよ。何それ。違う、おめえだって昨日歯抜けてただろ。最後の直線でよ、キーって食いしばってボロって歯抜けてんの。しかも2本だ。何の話してんのよ。あ、どうだエミリー、大学ちゃんと行ってんのか。うん、今は就活ばっかりかな。まあ、頑張るよ。うん、いざとなったらな、面接官におっぱい見せちゃえばいいんだよ。何言ってんのか。やめてよ。人の孫に何言ってんだよ。でもよ、どこも決めなかったらよ、俺らの下の世話でもしてくれよ。月1000円で。おお、おお、安いだろ。おめえ1000円も持ってねえじゃん。あるわ。違いない。あるわ。違いない。今、まったりとおじいちゃんと会って、で、その友達。どうも。どれだ。あ、紹介するね。こちらは、たーくん。私の彼氏なんだ。彼氏。大畑たかしと申します。失礼ですが、おいくつ。もう今年で75歳になりまして。75。上だ。三つ上。ねえ、相席してもいい？いいけど。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。エミリーちゃん、さっきなんて言った？彼氏。だから半年前から付き合ってる人。まあ、私がアプローチしだしたのはもっと前からだけどね。まあ、あんだけ押されたらね。私、押すしかできないんだもん。おめえ知ってたのか。いや、エミリー、おめえ年上の人がタイプなのか。うん、好きだよ。付き合ってるってのはどういう。心配しないで、遊びじゃないから。ちゃんと結婚を前提に付き合ってるから。まあ、まだどうなるかわかんねえけどな。やだ、結婚するんだよ。嘘だよ。嘘か。なんだこの気持ちは。エミリーちゃん、つかぬことを伺うようだけど、二人はその夜はどうなってんのかな。あんま大きな声で言えないんだけど、たーくん、すっごいエッチなの。ほら。すいません、なんかね、はしたなくて。すいません。見てるってことでしょ。なんだよこれ。おい、西谷、なんだ。言いたいことはわかるけど、今は言うな。現実になる。ダメだ、抑えきれない。抑えろ。出る。抑えろ。出すな。出ちまう。出すな。抑えろ。わしら兄だったのかよ。言うな、バカ野郎。わしらなんて確かただのクソジジイだよ。だからクソジジイとしてさ、クソジジイらしく接してきた。だがエミリーにとってわしらはなしじゃなかった。ありならありと言ってくれよ。おめえも出ちまってんじゃねえかよ。こんなにの年齢差があってもありだったのかよ。いけたのかよ。何言ってんだお前。大畑さんとお前らは違うじゃねえか。そうだよ。そもそも違うんだよ。でもね、二人のことも顔はいいなって思ってたんだ。だけど私、
穏やかな人の方がタイプだから。調整できたやつ、悪くなれば仕事チェンジしてた。エミリー、もう一度フラットに見てくれ。わしはすごい健康だし、若い人たちのこともよく知ってるんだ。そんなこと言ったらな、エミリーちゃん、わしはなカラオケってあるだろ、あれ得意なんだ。それにな、こん中だったら包容力だって管理だってあるよ。フラットな目線で言ったらわしだろな。何言ってんだ、さっきからな。ごめん、私、二人がさ、最初に私のこと孫みたいな感じで来たじゃん。あの段階でちょっと引いちゃったんだよね。なんか、私のこと孫みたいな感じでしか見てくれないんだって。孫かって。それは事前に言ってくれなきゃ分かんないって。言ってくれればスイッチ切り替えてたよ。こんなの部屋じゃないよ。そうだよ、そうだよ。何言ってんだよって。もうちょお前も何か言う。野山そういえば野山、まだ女性と付き合ったことが。すごいね、のとんでもないことになってる。出てきたんだよ。まだ切られないこと。72歳で撮ってて笑っちゃうよね。不憫すぎる。野山が不憫すぎるよ。エミリーちゃん、頼む。こいつを何とかしてやってくんないか。おい、孫に何頼んでんか。頼むよ。落ち着けって一回な、お前ら。そもそも俺らも付き合いがないんだから、もう家族みてえなもんじゃねえか。いや、血つながってない人は別物だよ。野山さんも。やめろ。お前もう喋るな。野山が死ぬ。なんかごめんね。でも楽しい人たちでしょ。確かにな。まあでもベッドの上でこの人たちの話はやめてくれよ。ムードが壊れるから。はい。おはたー。じゃあ、おじさまだけは。もう俺は手が折れてもいいよ。こいつを殴る。なんだ。やめな。エミリーちゃん、一時間抜けちょうだい。絶対に落としてみせるから。おい、おめえ抜けがけすんなよ。今は野山が一番だろ。そんなやつ知らねえよ。やめろって。ちょっとお前、第一落とすってなんだよ。おめえ落としたところで立たねえだろ。え、俺立つよ。いや、立たないで。立つ。少なくとも野山よりは立たない。立つって。何だよ。やんのかおめえ。お前のすぎる。すまなあんなこと言われたら俺なんて知らんねえ。地獄だ。俺の友達が。お腹人工呼吸。今モテようとすんな。座ってろ。